高橋作江高橋作江から1920年9月12日は日本の国際法学者、政治家、法学博士、東京帝国大学名誉教授、貴族院議員、法制局長官、品野国高等藩寿で、維新後に長野県立長野中学教諭となった高橋博さんの長男として、非全国に生まれる。第一高等学校を経て、 1894年9月、帝国大学法科大学政治学科を主席で卒業。海軍教授となり、日清戦争に最始常備艦隊司令長官付の幕僚、さらに旅順口根拠地司令長官付に移動。1895年5月、海軍大学校勤務となり1896年3月まで務めた。1897年9月から、 英仏独に留学。1899年7月、東京帝大大学院を修了し、1900年2月、法学博士号を取得。1901年6月、東京帝大法科大学教授に就任し、国際広報、第二講座担任となる。海軍省職卓、海外教授職卓を務め。 勧奨学金を受けて1907年10月から1908年10月まで欧米に出張した。1908年2月、帝国学士員会員に就任。1914年4月、第二次大熊内閣の法制局長官となり1916年10月まで在任。同年10月、東京帝大教授を辞し、同月5日、貴族院直選議員に任命され、 同性会に属死死去するまで在任した。その他、陸軍軍医学校講師、体操士事務官、高等捕獲新研所表情官、大礼資産予官、文官高等試験委員長、共通法規調査委員長、鉄道飲食員救済組合審査会議長、明治神宮造営局評議員、軍事評議会評議員、国際法学会長などを務めた。1903年6月、 日露戦争開戦直前に、富津博と、富井正明、小野塚喜平次、金井延、寺尾通る、中村進馬と共に、大路教講論の意見書を作成し政府に提出した。1920年、肉種のため死去。母書は、文京区小石川の伝通院。ありがとうございます。